暴れ回っていました。黄色い毒針の鬼、赤いホコリンボウの鬼、青い愚かな鬼、すなわち三毒、孫、仁、智の三匹の鬼が観音様の力に屈して、孫鬼が福に、仁鬼が禄に、智鬼が寿に生まれ変わって、福、禄、寿の三つの御利益を観音様から授かる行事でございます。
様、お待たせいたしました。それではこれより豆まき始めさせていただきたいと思います。まず先駆けまして、鬼はここ福島